消費者政策会議は日本の官公庁の一つであり内閣府の特別の機関である。日本の内閣府に設置された特別の機関の一つである。内閣が定める消費者基本計画の案を作成するとともに消費者政策に関する企画を審議している。また消費者政策の実施を推進するとともにその状況の検証、評価、監視を担っている。 なお、消費者政策会議の他にも、内閣府には消費者政策に関する組織が設けられている。具体的には、内閣府の審議会等として消費者委員会が、外局として消費者庁が設置されている。消費者政策会議が、消費者基本計画の案を作成する際には、内閣府消費者委員会の意見を聴取しなければ、ならないとされる。同様に、 消費者政策の検証、評価、監視の結果を取りまとめる際にも、内閣府消費者委員会の意見を聴取しなければ、ならないとされる。消費者政策会議の会合が開催される、総理大臣官邸消費者政策会議の第9回会合消費者政策会議の長は、会長であり、内閣総理大臣の当て職となっている。委員には、消費者基本法、 第28条第3項第1号に基づき内閣府特命担当大臣が当てられる。それに加えて同項第2号に基づき内閣官房長官、関係する行政機関の長、及び前述以外の特命担当大臣のうちから内閣総理大臣に任命された者が委員に当てられる。ただ同項第2号に基づく委員については 内閣官房長官、各省大臣、国家公安委員会委員長、公正取引委員会委員長、及び残りの特命担当大臣が一律に任命されることが半ば慣例となっている。したがって、事実上、大多数の国務大臣、及び公正取引委員会委員長によって構成される会議体となっている。また、消費者政策会議には、 幹事が設置されている。幹事は消費者政策会議の事務方としては最も好意であり、会長や委員を助ける。この幹事は、関係する行政機関の職員のうちから内閣総理大臣に任命されたものが挙げられる。ただ、幹事については内閣官房副長官、各府省の事務次官、厚生取引委員会事務総長、警察庁長官、 金融庁長官など事務次官級及びそれに準ずる者が任命されることが半ば慣例となっている。これらの幹事により幹事会が構成されている。なお、消費者政策会議の書務は消費者庁の内部部局である消費者政策課が担っている。消費者政策会議の第9回会合第2次小泉内閣の下で 従来の消費者保護基本法が改正され、代わって新たに消費者基本法が2014年6月に施行された。それに伴い、内閣府の特別の機関であった消費者保護会議が廃止されるとともに、消費者政策会議が新設された。初代会長には、内閣総理大臣の小泉純一郎が挙げられた。なお、発足当初、消費者政策会議の書務は、 内閣府の内部部局である国民生活局が処理していた。その後、麻生内閣の下で消費者庁及び消費者委員会設置法など関連する各法が施行された。それに伴い内閣府国民生活局が廃止されるとともに消費者庁が新設された。それに伴い消費者政策会議の処務の処理は内閣府国民生活局から消費者庁消費者、 政策課に遺憾された。鳩山幸夫内閣においては、内閣府特命担当大臣のポストが新設され、消費者基本法、第28条第3項第1号に基づく委員に、当てられた。引き続き、以降の内閣においても踏襲されることとなった。なお、麻生内閣までは、同項第1号に基づく委員として、内閣府特命担当大臣が当てられていた。 英語での名称は、コンシューマーポリシーカウンシルと表記されている。ありがとうございます。